秦広大、乱世にその名を轟かせましょうぞ。秦宮、あざなは広大。ひょうきんな言動とは裏腹に大きな野心を抱く男である。元は曹操の軍師を務めていたが、彼と決別する。曹操が董卓を倒せなかったことに失望したのだ。やがて秦宮は張博と密かに手を組む。彼は野心達成のため驚くべき手を打とうとしていた。今曹操は徐州を攻めている。陳宮、本当にやもちろん今こそ董卓を二度も仕損じた曹操など天下を取る器。無双の武を持ち董卓を仕留めた呂布殿こそ天下を取る。まずは遠州を呂布殿に収めていただきます。呂布か。袁紹の下で国産の奴らと戦った後、各地を放浪している。果たして我らの。もちろん勝天下にこの秦広大の名を知らし。父上、これからどうなる。戦を探すだけだ。董卓を暗殺しようと。誰だ貴様。私は秦広大。私は陳留大衆張博殿と、いささか懇意にして。彼の説得により遠州にいる諸侯たちがこちらへと願う。おかげで苦もなく僕その方を聞いた曹操本隊は徐州の戦を切り上げ、この遠州。ふん、ならば俺が徹底。この遠州の要所は牧羊とその南の帝都、この二箇所を押さえれば我らの勝利。つまり牧羊を守りつつ帝都を攻め落とせばよい。ですが曹操軍は強大、我らは貨幣。うまく。長領、つまらん心配をするな。俺がいれば負けることはありえん。行くぞ。曹操、何を召し上がりますか。またのお越しを。
馬がご入り用で。またお待ちしてます。何やら辺りの港が騒がしいな。雨に行くぞ。正面から戦うのは愚策ですね。ここは兵器で肩をつけましょう。さあお楽しみの時間ですぞ。よくも暴流を止められぬとは。申し訳ございません。敵は一掃できましたな。戦の流れは我らにありますぞ。勝利、いつ聞いても良い響きですな。おお、素晴らしきお働き。
点の奪還に取り掛かるとしよう。さて、ここではどんな手が有効かな。申し上げます。カコートン様、ジュンイク様、敗走。牧羊奪回はなりませんでした。獣め、一度食らいついた獲物は離さぬか。厄介な相手よな。破れませんでしたか。無念です。やはり拠点の守りが高いとは。戦力を集中させて順に片付けるしかないか。ここを抜かれては都合が悪い。消えてもらおうか。成果を上げられないまま撤退とは。少し効果的な手があれば。卑怯な手使う奴らに負けるかよ。くそ、納得がいかねえ。好き勝手されて負けるなんてな。で、俺たちどこへ帰ればいいんだ。攻撃部隊が壊滅しました。こりゃちとやべえな。味方が減っちゃ取り戻すのが難しくなるぜ。留守を狙うとは獣らしい浅はかさよな。貴様の運命を渡すと思うたか。うまくいったようですな。我が名も少しは上がったことでしょう。痛快ですな。なんとも勇ましき戦ぶり。ふざまだな、ソース。演習はもはや俺のものだ。見事な戦でご帝都を抑えた今、演習。こんなものは肩慣らしに過ぎ。で、伝令、僕よ、我らの本隊が帝都へ。なんと、僕。騒ぐな。奪い取られたのならば奪い返す。
この助手を治める劉備はその人柄を認められ、皆様、留守番の張飛は暇を暇を、そこで彼の好物である酒を送って新旧劉備の留守に可否を奪う助手を俺の国にしてやる。上々ですぞ。これで城内の将兵は皆酔いつぶれるでしょう。うまくいったようですな。我が名も少しは上がったことでしょう。いいぞ陳旧、なかなかの働きだ。これより気持ち悪くて動けねえ。よくろやろう。兄者の恩を仇で返そうってのかよ。なら襲撃か。足がもずれてうまく戦えない。俺様が
覚悟しやがれ。痛快ですな。私もうかうかしていられないな。卑怯な真似しやがって。やい呂布、もう一度一対一で勝負しやがれ。ふん、酔っ払いがいいな。今度こそ差し向かいで消し飛ばしてやる。決めますぞ。呂州はこれで我らの、呂布殿、あなたの。呂州を取ったまではいい。この後呂州を手に入れた。これから遠州を攻める。お待ちを、お待ちを呂布殿。曹操の力は以前とは比べ物になり。力だと？お前は俺の戦を整えればいい。くだらん意見をする。遠州での曹操の戦となれば真っ向勝負を避け、呂その卑劣な策を。新旧、お前は勝手に劉備を勝敗に置いた。俺はここまでお前の、俺はお前の配下ではない。父上、落ち着い。炎術が呂州に侵攻してきました。どうやら劉備殿のいる勝敗を攻撃している模様。炎術、俺には勝てぬ。この俺が敵を潰さずに仲裁するだと？くだらん。さっさ、させるぞ。炎術軍は可否の近くまで攻め入っているか。まずはそこより味方を救援していこう。知らせてやれ。他の地を攻め、これを接収する。みんな進め。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。私に勝てますかな。愉快、愉快。劉備殿、加勢に来ましたぞ。
この戦、我らにお任せあれ。よくぐに、我らに加勢を。我らの声に甘えるとしましょう。劉備を討てという命を外せなかった。天術様、申し訳ありません。劉備だけが相手なら勝てたものを。女性感謝いたします。この戦の始末、呂布殿にお任せしましょう。勝利、いつ聞いても良い響きですな。おお、よくやってくれた。立てつくとは愚かな。劉備もろとも滅ぼしてくれるわ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。いい気なものね。さあ、どう痛めつけてやろうかしら。呂布に邪魔をしよって、わしの計画が台無しではないか。くだらん戦は見飽きた。演術、兵を引け。さもないとここで切り捨てるぞ。演術、呂布殿、劉備が曹操の招きに応じ、徐州を、それを機としたのか、曹操の軍勢がこちらへ向けて動く。曹操の先鋒がすでに徐州に入りつつあるとのこと。猶予はあまりありませぬ。急ぎ演術のも。早急に演術殿との同盟を結ぶ。待つぞ。さあいざ、受信へ参りましょう。くだらんことは全部お前がやれ。俺はただ蹴散らすだけだ。痛快ですな。曹操は我らの動きに気づいているはず。奴らの介入には気を配らぬ。曹操軍はやはり来たか。お前たちの相手、鬼神の娘が務めよう。殿の命を果たせませんでした。数ではこっちが勝ってたのによ。
地は秦煌代のものとなりましたぞ。同盟飛ばせるわけにはいかない。どうか、どうか、結ばれるのだ。なのになぜ俺は止められない。敵将討ち取った。剣術と組むターンよくらしくねえな。まあ俺がここで止めちまうんだけどよ。愉快だぜ。ここで負けるかよ。次はこうはいかねえからな。両夫も演術も曹操様の邪魔をするだか。やられちまっただ。曹操様、ごめんよ。少年を好きにさせるわけにはいかん。呂布と炎術が組めばどうか。今のうちに手を打っておくべき。曹操軍は全て片付きましたぞ。これで炎術の我らを迎え入れるかと。つまらん戦だったわ。さっさと呪春に向かうぞ。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。やっと受信。着きましたな。そう、炎術殿との会談に臨みましょうぞ。全部お前が済ませろ。俺は何もせんぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。何？呂布殿の頭の中は戦いを激しくさせることしかありません。
今も曹操と劉備の迎撃について何もせずもっと知る。なぜもっと有利に戦いを進めようとされないのか。有利不利というお考えは父上にはないのだろう。望まれているのは己の部を存分に震える戦。それは重々承知しております。ですが今緑殿は徐州の主、ここを足がかりとして天下を狙っていただかなくてはなりません。己の好き勝手に戦っていては天下も我が野望もなせませぬゆえ。そこをどうにかするのがお前の役目であろう。波のものでは務まらぬ鬼神の軍師、それが陳旧だ。それとも今さら父上についていけないと根を上げるつもりか。そうまで言われては黙っておられませんのな。私こそは鬼神を滑る軍師陳光大、呂布殿の部を御し必ずや。曹操と劉備の連合軍はすでに可否まで到達。我らの物資もそこをついており。叩き潰してやる。戦場では多角的な視点が必要だ。あちらの様子も確認してこよう。目の前の敵を倒すことしか考えぬか。それで乱世を渡れると思うな。ここまで来たことは褒めたが、だが我が機械がある限りこの首は取れんぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。鬼神の部、さすがの凄まじさよな。だがやはり貴様はここで死すべき男よ。ふん、負け惜しみはそれだけか。そうそう、死ぬのは貴様だ。その最後よ。何？まさか
小詰めにこれほどの軍を。いいな、これこそが本体ということでしょうな。なんとしたたか、あの曹操がここまで仕組んでいたとは。幾重にも包囲されている。たとえ一点を突き破ってもすぐに押し包まれるはず。父上。ふん、それがどうした。立ちふさがるやつは全て打ち砕く。それが俺たち最強たる呂布軍の戦だ。新旧の地と呂布の部が可否城に押し寄せた曹操軍を撃退した。だが喜ぶ間もなく曹操軍の援軍が退去して攻め寄せる。もはや呂布軍に抗う力はなかった。可否城は陥落し、新旧は呂布や長領と共に捕らえられる。そして陳宮は曹操の裁きを受けた。彼の野心はかつて追い詰めた男によって潰されようとしていた。このまま黙って死を受け入れるつもりか、新旧。ならば己を曲げてあなたの前に膝を折れと。それを受け入れるならば、このまま死んだ方が良いですな。お主をもんぱかっているわけではない。残された兵を気にかけておるのだ。官室への反逆者である呂布の兵は処されるのが情報だが、お主と共にこちらへ下れば話は変わろう。キャスラを生かすか殺すか、それを踏まえ今一度聞こう。わしのもとへは来ず、ここで死を受け入れるか。情報とは勝者が決めるもの。我らの名数はあなたが握っているのですぞ。生かしたくば生かし、殺したくば殺せばよいでしょう。天下もってこうとなす。ここでいたずらに兵を殺めるようでは、覇道とやらもたかが知れたものですが。よかろう。